それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはアルゼンチン、マテストーカ、クラウドロペツ、クレツポ、オウテガ、レーヨン、サメッティ、アウメイダ、レドント、アジャマ、ポケッティーノ、ロア。続いてウェールズ、ポール・ジョイス、ポーラン、ウリアンズ、シギンス、マーナーズ、ロニウソン、ジョンロン、スキッド、ヒュー、ブローク、ギルス。アルゼンチン、反対に右から左へ攻めるのがウェールズ、サメッティ、ヘイ、レドン、クレツポ。コーナーキックです。さあチャンス到来。マテストーカ、惜しい。理学の追求にストイックになりすぎたのか。バーナーズ、ブローク、コーナータッチ。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。クラウドロペツ、よくしないな。奪った。マテストーカ、ここでシュート。ゴル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 。さあもう一度見てみましょう。こぼれ球を押し込んだ。スキッド、スルー、ブローク、おっと奪った。レイヘディングでクリア。クレツポ、ポール・ジョイス、前半15分。ジョンロン、おっと、カウスでしょ。スルー、中へ上げた。守りきった。クラウドロペツ、さあどう攻めるのか。ポケッティーノ、マーナーズ、スローインです。アジャコーナーキックを得ました。ブローク、あーこれは拍子抜けするようなプレイ。ゴールキックになりました。ヘッドで落とす。ギルス、ポケッティーノ、サメッティ、フリーにさせトライからメドン、上げてきた。ヘディングでクリア。サメッティ、ナイスセーブ。デイオン、クラウドロペツ、ポール・ジョイス、スキンド、追う手がマテストーカ、ファーサイド、シュート、バッチリキャッチ。スルー、ポケッティーノ、前半あと10分です。スキンド、クラウドロペツ。
ロニンソン、奪った。アルゼンチン、さあこのまま攻め上がれるか。オルテガ、ドリブル突破、クラウドロペス、もう一度見てみましょう。蹴り込んだ。フロークス、素早いパス回し、アドバンテージを見ているんでしょうか。合わせた、クラウドロペス、ロビング、フィニッシュまで持っていけません。ギルス、さあここからどう攻める。アジャル、クラウドロペス、倒されません。パパスター、サメッティ、シュート、ブロー。前半戦終了です。声援は一旦小康状態になりましたが、ここ放送席でもサポーターの熱気は必死。さあ後半戦キックオフです。ジョンロン、ポーラン、スキッド、流した、ファーサイド、ジョンロン、キュー、レドンコ、ジョンロン、ギルス、壁になった、ロア、ブローク、サメッティ、キーパーこぼした、大きく前方にクリア、スローイン。さあここからボールを攻める、レドンコ、よくしのいだ、スルー、ポケッティ、ブローク、クレツポ、ドリブル突破、ミドルシュート、キーパーハンドル、コーナーキックです。惜しい、美学の追求にストイックになりすぎた。もう少しシンプルなプレーを心掛けてほしいですね。守り切った、レイ、必要なプレス、ロビング、ハイボールを競り合う、ディフェンダーも必死です。マテスト、サメッティ、パーポスト、ヘディングでクリア、ヒュー、ギルス、キーパーの頭越しに狙った、出た、おっと奪った、クラウドロペス、シュート、これはゴールキック、惜しい、美学の追求にストイックになりすぎたのか。もう少しシンプルなプレーを心掛けてほしいですね。おっと奪った、交代する選手がピッチサイドで準備運動を始めました。ジョンロン、ギルス、カット、シュート、これも惜しい、バテストーカ、これはコーナーキック、さあチャンス到来、クラウドロペス、フィニッシュまで持っていけません。これ
しい。しかし感じていますね、お互い。そうですね、この2人の一体感は素晴らしいですね。スキッド、ロニンソン、これはファールでしょう。お手がクラウドロペス、スローインです。センタリング、マテストーカ、これはゴールキック、ゴール回しに嫌われた。ポーラン、クレツポ、シギンス、ギルス、クラウドロペツ、中へ上げた、ヘディングでクリア。9、あっとオフサイド、オフサイドトラップにかかる。空中戦、アウメイダ、スローイン、逆ロール、切れまくってます。折り返すよ、シュート。さあここから棒を攻める、ファーサイド、ボールジョイス、敵に当たってしまった。試合終了です。アルゼンチン粘り勝ちです。さて早野さん、試合を振り返って、